シャンさんの愛車自慢からいきましょうか。うるせえなお前。ほらみんなステッカー取ってすげえ人気になっちゃったよ。バカにすんじゃねえ。かっこいいなブラックリミテッドは。タイヤが変わってるじゃないですかブラックリミテッド。あ、タオルだ。うるさい。やばい、タオルだ。職人タオル。うるさい。これやっぱだから昭和の男はタオル貼んなきゃいけないですもんね。当たり前でしょ。出てないじゃんこれ。あ、今多分。これでもね。ブラックリミテッドかっこいいじゃん。切り替え待ち、切り替え待ち中です。タイヤも今日のために入れ替えてきたんだから。ですよね。そうだよ。あれですか、やっぱりブラックリミテッドのシールも貼ってきたんですね。前から貼ってんだよ。本当に。この間貼ってなかった。この間貼ってなかった。ついだって2週間くらい。この日のために貼った。なるほど。じゃあ本物見よう。本物行きましょう。まずブラックリミテッドの本物。本物本物。本物。いやいやいや、あの矢沢さん、矢沢か土屋さんっていう形の本物。本物本物。あれ後ろです。あれ？あれか。いや5バルブ。バイクバルブっていう。5バルブ。あれです。5バルブ。本物。これ知ってます。あの足折れたやつ。ああ本物だよ。あ、これは永遠か。オーナーです。こっちもブラックリミテッド。本物の。あ、そう。本物。ステッカーチューン。いや本物です。本物。あ、貼ってないんだねブラックリミテッドって。貼ってる。貼ってないんだ。ああ。これ限定なんだよ。限定86。限定86だよ。本物本物。知らない。本物だよ。いいな本物。本物羨ましい。これカロッツェリアってブレーキすると赤くなるやつですか。とかウィンカーつけたらピロピロ。そうですよね。そうだそうだ。テールが LED になってる。AE の話か。めっちゃかっこいい。ブラックリミテッド。本当 LED だ。これこの間オークションでブラックリミテッド800万ぐらいで落札されてます。マジで、うん、彼が買ったの。本当800万。すごい。マジか。これオーナーさんは。オーナーさんは。あ、はい、あオーナーさん。オーナーさん。こっちもブラックリミテッド。これが本物のブラックリミテッド。いやこれもこれもだろ。向こうに並んでるのは、あれはうるせえな、なんちゃってんだよ。俺のはステッカーチューンだっつってるだろ。でもさ、60超えたおっさんがブラックリミテッド足んないよね。だってこの間まで貼ってなかったんだから。いや、かっこいいんだっつうの。限定車だって思われたかったの。あのね、先ほど彼に話を伺ったところ、うん、863台持ってるんだって。おう、851台持ってるんだって、AE、うん、結構狂ってるね。狂ってるね。そんなに持ってどうすんの。どうしましょうかね、うん、どうすんの。どうすんの。答えはねえな、なそれは。だから一応試しにこれちょうだいって言ってみたらダメだった。それはダメだな。それはダメだな。これでも本物の本物なんですよ。かっこいいね。かっこいいよ。これ LED なの。これ LEDとかかっこ悪くない？あの、まあ、戻せるんで。ああ、そうだよね。だからちょいちょいこういう LED にしてるっていうのは俺は好きだよ。ちょいちょいこういうのを今次やってるかもしれない、松田さん。あ、
もいやもう入ってるかも。俺はいいと思うな。LED 好きですよね。俺はいいと思う。大体長野の人って LED 好きなんで。関係ねえよ。ね、実家側のほらろうそくのある。ほらもっと言え、もっと言いなさい。後輩だよ。どんどん土屋さんに言っていいよ。無理です。こう赤いのも綺麗じゃん。赤いのも。三河いいじゃないですか。ナンバーが2桁です。お三河の実だよ。これもだから昔から持ってるんですよね。何年持ってるんですか。オリジナルか8。ワンオーナー、すごい。え、新車で買われたんですか。すげえ。ほら、85年から99年まで乗ったんだよ。これ2ナンバーの3なんです。今は三河じゃないですね。三重ですね。三重の三。これエンジンもノーマルですか。ノーマルです。見せてもらう。見せてもらっていいですか。見てわかんのかよ。見たってノーマルだよ。ちょっとやめてくださいよ。なんかなんで俺発力知ってんの。知ってますよ。まあ車屋だもんな、もともと。はい、欲しいですか。ちょっとあの綺麗ヘッドカバーね。ヘッドカバーだけちょっとボロボロだね。こことね。これ似合わねえなこれ。あ、確かにね。やっぱりあのこっちのボードがいいな。そうですね。俺好きだねこれ。何でも好きですね。もしかしてちょっと土屋さん、俺これ好き。土屋さんちょっと若返り現象ですか。LED とかこういうダンパー好き。え、もしかして土屋さんの AE もこれ入ってないですか。入ってないです。うーん、入れようかな。俺は好きだよこういうの。土屋さんの LED テールが見たいな。 LED テールね。わかりました。あとライトもね。ライトもね、ライトはいいと思いますけどね。うん、ワンオーナー。しかも事故したんですか。数字ない。いや、ないやつもあるんですよ。ボディがね、3種類あるんですよ。詳しいね。はい、関東ボディ、トヨタボディ、なんとかある。あるそうそうそう。そうですよね。これあのエアコンの水がタコ足割るんだよね。割る。それ去年言ってましたね。そうなんだ。ちゃんと当たらないように。ジュってなって割るんだよ。割れる。すごい、ワンオーナーってすごいね。これエンジンもオーバーホールとかされてないんですか。してないんですか。何キロですか今。13万8000。おー、気になるものが発見。何何。助手席に。え、何。タオル、タオル、タオル、タオル。おお、3冊すごい。おお、これはすごいぞ。環境すごい。鳥と谷口もあるぞ。ブラックリミテッド。でも、もうすでに。僕はもう先ほど。おお、すごいじゃん。さすが。サインまたお願いします。サイン書きますよ、マジックあれば。揃いますよ。はい。買ってください。それ谷口さんの、谷口さんの本読んで運転うまくなりました。どうですか。でも一応あの鈴鹿の南コース。早くなった。あ、ちょっとですね。いや、嘘でもなったというか。いや、でも中もすごい綺麗ですね。綺麗綺麗。オリジナル綺麗。車の中にちゃんとゴミ箱置いてあるからね。はい、谷口さんどうも。ありがとうございます。マットもオリジナルだしね。で、当時流行った TRD のシフトノブね。あれ、あれ一番やりやすいけどね。あった。コキコキちょこっとくる。それ何ですか、それ何ですか。京都市、あのクイックシフト、クイックシフトは入ってるのですか。入ってないですよね。いいじゃん。なかなかいいよ。すごいですね。綺麗。あっちの AE 行きますか。 AE 見ちゃいますね。 AE 見に行きましょう。5バルブ、5バルブ、何？5バルブ、5バルブ、行ってみようよ。5バルブ、ありがとうございました。ありがとう。ローターもすごい綺麗。ウィルウッド。フォークはあるのとないのかな。フォークランプグリルの中で。それはアペックス。アペックスがフォークランプ。アペックスはこうパカッと上がる。フォークランプ P12 行きたいです。P12 行きましょうよ。これ5？ これいいな、この色。黒銀5バルブ。かっこいい。いいよ、かっこいいじゃん。5バルブ、黒銀、黒銀。なるほどね。あー、いいんじゃないの。なかなか。これもだって彼はもうワンオーナーだっけ。これいや、チョコで買ったんで、うん、結構長く乗ってんじゃろ。そうです、私が18年乗ってんですよ。18年。はい、綺麗にしてる。サーキットとか行かれるんですか。あ、そうです。チャーさん、これはどうですか。この間来てくれた。あ、はい、カーボン、おしゃれ、おしゃれ。カーボン、チタン、チタン、チタン。カーボンじゃない、チタン。これはもうおしゃれ、おしゃれ。
これもありだよ。この TR2 のもこの色もね。限定のボンネット。なるほどね。TRD 限定。これもおしゃれじゃん。両方入れちゃえばいいですよ。でね、でね、こんなね、結構走る仕様になってるわけですよ。うん、エンジンも変わって、うん、結構やり込んでるのに、パワーステがついてるってなかなかないですよね。パワーステやっぱ欲しい。パワーステつけるよな。パワーステは必要です。なあ、そういえばつけましたね。AE のパワーステなしは乗れないですよ。なあ、パワーステはつけるよ大体。マメあったっけ？うん、パワーステ。途中でつけた。あ、そうか。ね、そうパワーステ。マメはもともとGTV だから。そう、もともとはついてなかった。だけど今風にアレンジしたの。なるほど。次は LED らしい。そうそうそう。時代に時代に合わせてこの AE も。LED ね。みたいな LED。ボンネットダンパーと。ボンネットそう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 。これ両方つける。あ、これはいいねこれ。これね、面白い。面白い。彼のこの車面白いのが、僕さっきもうすでに取材させてもらったんですけど、まずね、ワイヤレスドアロックがついてる。そう。これこれ。これはいらない。あとはあとねエンジンスターターがついてる。いらない。見てください。見てください。それは俺いらないな。俺鍵は自分で開けたいもん。じゃあ鍵開けたとエンジンかけるところが、うん、あ、これいらない。うざい。押してみてください。これはうざいな。押してみて。なんかすごいいっぱいついてるね。それはちょっと取ってみてください。あ、やっちゃった。面白くないですか。次行こう。次行こう。次。これなんかかっこいいじゃないですかこれ。これなんかエンジンやってそうじゃん。スポーツインジェクションですかこれ。うん、あ、そうです。ね、はい。これなんかエンジンやってそうだね。あ、小田さんのとこで作ってもらって。クリスタルボディ横浜。小田んとこのエンジン速えよ。すごい。これ N2 仕様ですかね。いや、そこまではいかないですけど、でも302パパの。小田んところは 4AG にこだわるから。これかっこいいですね。ああ、それ結構いる。うん、割と見る。これなかなかいいよ。ドライカーもあります。これだってポリドの86にもついてる。あ、俺のついてますね。うん、僕の気に食わないポイントが1箇所ありまして。何？この白い線がこんなにめちゃくちゃ余ってるんですよ。あ、それダメだね。すいません。これね、隠しときます。これダメだね。これ切ればいい。いらなかったらもっと短くすればいいのに。はい、ポリドのチンポの皮みたいな。あ、まあ、ちょっとやってた。ちょっと放送流れてる。流れてる。バレちゃいますね。でもこれ今カットとかできないんでね。流れてる。去年流れなかったじゃん。今年は流れてる。だから映像は流れてるだけだろ。やめてくださいよ。え、声も流れてないし、ね。家族もいます。そうだね。嫁も来てんだよな。嫁も娘も来てるからな。はい、質問質問。はいはい。これはどこに持ってってるんですか、これ。これちょうどこの下に。これ記者さんのチンコみたいな。お前さ、流れてんだからさ。やっとフィットの。お前声が流れてんだって。会場内でどう見たって。それにしか見えなくなってで、何がいい。ちょうどここに締めると、うん、収まる。収まるようにギリギリで、で、まあ、まあ、サーキットとか走るときは外して、街乗るときはこのまま。あ、雨水を、雨水がそこに垂れるようになってんだね。そうです。オルタネーター2回ぐらい壊れちゃったので。オルタネーターに水を垂らしてんの。いや、鍵かからないように蓋がついてて、雨の日だけってことでしょ。そうです。なるほどね。これでもクーペなんですね。クーペ、確かに2ドアね。2ドア、うん、これ3ドア2ドア派はなんかいっぱい分かれたんですか、当時は。あのね、やっぱ根本的にやっぱ3ドアの方が人気が高いみたいな。ただラリーとかダートとかはこっちの方が剛性があるから、2ドアっていうのが当時の鉄板だったかもしれないね。剛性ですね。そうそうそう、剛性。軽いしね。格好は3ドアです。僕3ドア取るのが好き。目星つけてるのがあるんだよね。おお、もしかしてボンネット緑じゃない。あ、なんか知ってる。知ってる知ってる。1500万円。そう、高くない。どこが高いんだよお前。これで何気にオーバーフェンダーじゃない。
皆さんこれ見てください、これ。あ、LED。 あ、これいいね、これいいね。あ、これいい。フル LED 化って書いてありましたね。そうです。ウインカー全部 LED。 これいいね。中のついてる。ついてない、ついてない。で、ウインカーも流れ、こっちは流れるウインカーになってる。流れるウインカー。それいいね。こっちもついてますよ。それいらない。いらない。流れるウインカーってもう、ちょっと流して流して。トラック野郎ぐらいしか知らないでしょ、だって。おお。一番星ですね、これ。おお。藤原文太。はい。いいじゃん。あ、これはいいぞ。いいですか。もう何気に好き。藤原文太じゃないですけど、菅原文太。俺も気づいてたんですけど、言えなかった。おい。言わなかった。何星に走ってんだよ。言わなきゃダメだ。菅原文太ね。ああ。なるほどね、はい、次行きますか、うん、次行こう、はい、あとね、うん、あとどこ、もう谷口選手は1回見てるから、そう、僕はもう下調べしてる、はい、あと谷口おすすめは、おすすめというか一番向こうにめちゃくちゃ派手なのがいます、はい、行ってみましょう、はいはい、じゃそれを見てちょっとメーカーさんの黒見に行きましょう、うん、一旦今年はちょっと台数が少なすぎてさ、本当なんかもう去年までうじゃうじゃいたのにね。これが2ドアね、2ドア。そうですね。あ、これダートラック。だからダートラック仕様。何これ？何ダートラック？何仕様だ。何これ？これなんかキャブキャブ。これはだから、でもこれ101のスロットルでしょ。これダートラック。なんか見慣れない。うん。何ダートラック仕様。TRG もう完璧こうあれ、うん、ラリー仕様ですよ、これトムス・レビンって書いてある、うん、おお、すげえ、これは何ですか、これオーナーさんって、オーナーさん、オーナーさんいます、いない、まさかの自慢しに来たわけですよ競技者で、まあなかなかさ見ないよ、これ見ないっすね、うん、こういうさ車高の高い車ってなかなか見ないからさ、ほらこんな車高上がってんだ、はい、はい、昔はうじゃうじゃいたんだよ、80年代の、ね、こういう仕様が、これ何のミラー、これなんだろうね、これでもこれも恐竜部品なんですね、本当かな、それで、ね、だからこういうパッケージで売ってたんですね、あったんだよ、すげえ、だってあのボンピンもついてるしボンネットダクトもあるしさ、これそうそう、これで大概あれですよね、当時の中塗りはこの緑っぽい色でね、シールシール、これ俺と一緒じゃんステッカー中ですね、これ俺と一緒だよ、これボンピンにダクトですよ、なんちゃって愛車自慢で書いてありますね、はい、いいじゃん、それ何、それあの空気の取り入り口、そうです、ラリー車にはよく暑いからエアコンついてないから、そうそうそう、ゴアナハブ、なかなか珍しいよ、それ確かに固結だ、うん、固結だよ、珍しいよ、前輪用6速ミッションなんですね、これ、あ、そう、あ、で後ろが東京リンクなんで、じゃ気になるよ、ド派手な1台行きます、行ってみようよ、俺も派手だね、八王子でかいですね、うん、八王子派手、三河も結構派手だ、これかっこいいじゃん、使い方間違えてない、でもなんかいいね、いいじゃん、面白いキャリーケース、これ中まですげえやってんな、綺麗綺麗、4プレイヤースペシャル、おブラックエディション、うん、これも金かかる、これも金かかる、おお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 いいね、誰かやってるリモコンでやってるんですね、リモコン、おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、え、もう一回下げて、誰やってんの、いいじゃん誰やってんのこれ、もう一回下げて、うわー、バンプイン、バンプイン、これはなかなかおしゃれだよ、ドアは出します、ドアはね、あ、家落ちてました、すいません、これはすげえ、こりゃ
すげえ。おお、だかね、かってんぞ。これのハンドル見てください。ハンドル。ハンドル。めっちゃかっけえ。え、F1 かい。え F1 かい。え、すげえ。すげえ。めちゃくちゃ不便だろうね。俺もそう思う。すげえ。すごいね。これは。すげえ。あ、どうぞ行ってください。いいですか。これはすげえ。これ何のハンドルですか。どこにする？オーナーさんの裏に欲しいです。あ、いいよ。いいですか。ゲームだ。これはすげえ。GT500 だよ。あ、閉めた。すげえな、しかし沖縄の魚みたいだよ。あの、あれですね、イモみたいな。イモじゃねえだろ。土屋さん、白で白いのね、はい。オリジナルさんのところを高くして、フードさんすごくない？フードさん、ありがとうございます。なんかこの辺なんかさ、鬼かさん、はい、刺されそうっすよ。ああタクト何やってんだ、ちょっと今それか、それが本か。これまあまあちゃんと映ってるね。すごいですよね。へえ。これで街を切れるかもしれない。動くんだな。あ、なんかやべえ、なんかすげえ、すげえ、あ、すげえ、あ、すげえ。繋がってないですか。本はなんですね。本だけだ。これはすげえ。マジ？よく壊れないね。200馬力はなさそうだけど、このサービスは。人の車にケチつけんじゃねえよ。500馬力って言ったら、あ、そうなんですかでいいじゃねえか。でももう思いつくとこ全部触ってますよね。うん、うん、あ、でもバッテリーが大きいね。あ、バッテリーでかい。あ、でもバッテリーでかくないと多分いろいろ電気使ってるんで、あれでもね。そういうことか。じゃあ新型86行きますか。あ、新型見に行こうか。はい、これを今新型どこにあるの。はい、新型向こう、はい。ムス、なんかムシムシ。これ売りに出てんの？ね、え、ちょ、売ってんの？でも売ってんの？370売ってんの？売ってんの？買っちゃう？え、中古車でこんなすんの？割とノーマルチックじゃん。はい、ノーマルのいいとこが出てます。うん、ブレーキかっこいいな。ブレーキいい感じ。ブレーキかっこいい。うん、シンプルに綺麗。まとまってます。かっこいいですね。うん、かっこいい、かっこいい。なんかノーマルチック。うん、かっこいい。うん、ちょっとノーマルっぽい。うん、ブレーキいいね。こっちはトムスか。トムスさんのは
どうやら T27 をイメージしたので。T27 こういう色のイメージですよね。そう、ここからのこれをイメージした。トムスは多分 ART に憧れてんだな。オレンジ。そうですね。うん。間違いない。ハチって貼りますか。貼っとこうかね。ハチ。どうぞステッカーチェンジしてるから。これも綺麗だよ。なかなか綺麗。マフラー4本だし。これはね、ここが全然。これは今あのわざとこのセットダウンした。批判するときはもっと入れるんです。あ、そう。ドンさんのオリジナルホイール。はい。こっちは？サード。サード。まあ、どうからどう見てもサード。へえ。顔綺麗、顔。顔ちょっとレクサスっぽい。なるほど。LFA っぽいですね。うん。あ、この顔俺好きだな、綺麗。この顔はいいな。鉄屋さんのつけましょう。どれ？鉄屋さんのモデルでもカードさんも同じようなバンパー出してますから。あ、そう。はい、つけましょう。いや、これはなんか綺麗だな。これはいいぞ。ゴテゴテしてなくていい。すっきりですね。うん、なんかこうサイドがなんかダンボールで作ったみたいな。これもテールレンズも違うんですね。ああ、テールレンズ違う。これはリアウィングは嫌味がなくていいな。これは綺麗なリアウィングだ。やっぱ全然こういうの綺麗。うん。このリアウィングはすっきりしてていい。テールレンズ。テールレンズいい。いいですか。うん。このなんかサードの86は高級感がある。割と高級車っぽい。これ多分あの86をデザインした古川さんがデザインしたやろパッドですよね。そうか、元デザイナー、トヨタのデザイナーがデザインしたやろパッドだったの。古川さんっていう人がいるんですけど、絵も上手なんですね。コーヒー屋さん。ちょっとこれが行った。ここは惜しいな。ここはなんかちょっと惜しいな。まあ割といいよ、独創的で。サードのリアウィング好きだよ俺。まあ GT ウィングといえばサードですから、ね。うん。SKさん。お、谷口。ここは谷口。はい、谷口。谷口んちいらっしゃいませ。やっぱ何気に派手だね。張り物がね、何気に派手だね。お、これもでかいね。これそうですね、うん、実は HK さんってエアロパーツを始めてらしいんですよ、これ。あ、そう。なんとなく HK スエアロパーツのイメージちょっとあったけど、うん、実は始めてらしい。手先を。これかっこいいじゃん。かっこいいっすか。うん、顔もなんかすっきりしてるじゃん。ノーマルプラスアルファ。うんうん。この下が貼れてるだけです。あ、そう。ノーマルバンパーに。うん、カナードは人気ですよね。うん。うん、このカナードいいね。これなかなかいいよ。皆さんの好きです。ゴテゴテするとかあんま好きじゃない。なるほどね。1ケースの工場がついてるらしいです。これ、はい、見ようよ。見ますか。見ようよ、スーパーチャージャー。見ますか。すごいね、新型にもついてんだ。
新型にスーパーチャージャー、こちらにまだ発売されてない車にスーパーチャージャーがついてるの。そうですね、すごいね。これ家乗ってない、はい、いやだけどエンジンは一緒だからな、はい、ね、エンジンは一緒だから。あれが人気でそう、これこれカバー、カバー、化粧プレート、うん、カバーね。 2.4 リッターのスーパーチャージャーですもんね。うん、もうトルクモリモリだよ。そうですね、うん、まだトルク必要かも。でも上回せば回した分どんどんパワーで上がるからね。谷口は夢の中でどうなの、スーパーチャージャーは。バッチリ合うと思いますついに夢を認めました知らんけどバッテリーでかい、バッテリーでかい、でかいですね、うん、あの内径化したって言ってましたね、うん、昔のバッテリーだね、はい、あの BRZ はこのタイプだったんで、もともと。あ、そう、はい、詳しい、詳しいです。バッテリー屋さんですか。バッテリー屋さんやっぱ21世紀はね、コンパクトじゃないと。そうですね、軽くてね。そう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 、はい、ありがとうございます。いや、綺麗綺麗。キャロットは本当に競技車のラリーとか、そうだね、ダートラーのイメージで車両を作ってるっていう。あー、このカバー谷口家の方がいいな。そうでしょあれ人気でそうでしょ。これなんかすごいな。でも微妙にこういうとこがカーボンになってるね。うん、カーボンになってる、うん、この車乗ってここ開けたらなんとなくこれあのカーボンにしたい感じするよね。したい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 。でも何気に細かいところにちゃんと手が入ってるよ、これ。そうですね、うん、あ、これバッテリーでかいな。でかいですねありがとうございます。これいいじゃん、これあ、外れないやつ。綺麗綺麗、うん、綺麗綺麗。やることが細かいね。いいね、うん、いいね、いいね。なかなかいいよ。抜け止め。顔は？顔ノーマル。顔ノーマルか。外装ノーマルです。はい、はい、足デフ、うん、そしてブレ、あの強化ブーパー、はい、椅子、ロールバー。はい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 。あ、外観はじゃあやってないんだ。やってないですね。はいはい。続いてブリッツ。ブリッツ。はい。さあブリッツ。まあエアロパーツ、うん、足、ブレーキ、うん、あとはなんかエアクリーナーとかそんな感じですかね。エンジンノーマルですか。エンジンノーマルですね。顔は？顔はエアロバンパー。バンパー変えてますね。バンパーフェンダー。バンパーフェンダー。ほう、なんか。フェンダーも違います。なるほど。これ色って、ちょっとマットホワイトなんだけど。うん。なんかペロッとした顔だね。そうですね。はい、結局白に対してマットにするやつをある。なるほど、かっこいいな。かっこいい。ほう、次は、お、いや、ヤンマガ。これは MX ゴーストの2020年のコンセプトカー。ヤンマガ仕様。あ、これはこれコンセプトでしょ。 86BR ヘッドレース。あ、レース用ブレーキが違うじゃん。それレース用なの。こうなるの、はい、これレース用。
はい、こうなる予定。こうなる、こうなる予定で、はい、はい、これで評価をする。おー、いいじゃん、かっこいいじゃん。今の2リッターに乗ってるクラスとは別クラスで、はい、もうこれしかなくなります。え、本当は全クラス、プロもクラブマンもみんなこれになります。混ざらない、別クラスにもならないです。これはうまく車売れるようにできてるね。なんか面白くなりそうだな。出ます？いい。いい。恥はかきたくない。あんなこと言ってる方が楽だ。リミッターは？リミッターは外したいですね。いよいよ。そりゃそうだよな。大体プロクラスがリミッター聞くとがおかしいんだよ。そうね。だから変な小競り合いが。そうなっちゃう。プロクラスストレートで抜ければそう危なくないよ。だいぶ変わるね。いいじゃないですか。うん、かっこいい。これはかっこいい。最後は変えたいね。そうだ、はい、で最後締め切り。いいじゃん、17以上。かっこいいじゃん。マフラーしょぼいね。ノーマルですか。ああ、そうか。マフラーも変わるらしいです。はい。どうぞ。変わるらしいです。このマフラーすごいよ。これはないわ。何車種か、何種類かのマフラー。これはないわ、このマフラーは。なんか。ヒヤさんみたいだ。ね、檻のチンポの皮。みんな聞いてます、ね、家族もいるし。こうやってあれ、パンツの上から見るとこんな感じ。これダメだし。これはダメ。こんなマフラーでさ、レース用ですって言ったところで子供にバカにされるよ。マフラー変えないとダメ。かっこいい、かっこいい。いいね。これは何ですか。これかっこいいじゃん。どれ？これ何？あ、これ何これ？これさっきのマットっぽい。これ顔も全然違うじゃん。これかっこいいじゃん。これは売り物じゃないらしいです。あ、そう。見せびらかしだそうです。これかっこいいよ。かっこいいですね。かっこいいよこれ。かっけえ。これかっこいいよね。かっこいいじゃん。かっこいい、かっこいい。オリドパクレ。かっこいいですね。いいですね。あれ、オリドこのままパクって売れば売れるぞ。いや、かっこいいよこれ。全然いいじゃん。うん。これはかっこいいぞ。これはいい。ね、うん、いやどうもいいです。じゃあ真ん中で、はい、さあ、それでは86BRZ ユーザーのですね、愛車自慢から新型86、そして BRZ までご覧いただきました。今年の皆様の感想を一言ずついただきたいと思いますので、じゃあまずは新型を買おうと着々と考えてるんで、自分の感じになってどれ選ぼうかなと
迷ってます。あ、絶対買うと思う。買えない。絶対買うよ。買えない。高くて。じゃあ、ご意見番は最後に回して谷口選手。はい。ね、やはり去年、今年はこういう新型のが出るというニュースが、ね、このイベントにあって非常に、まあ、この先で楽しみなのかと、やはりこの86というワードでこんだけ人が集まってくれるというのはね、すごいなっていうふうに感じますね。なので来年もみんなで集まりましょう。そうですね、来年は愛車自慢もっといっぱい集めて、いろんな迫力が見れて楽しかったなと思います。なおかつ新型のものね、新しい車とか、あとメーカーがこう考案するそのなんかスタイルであるとか、いろんなのが見れて楽しかったなと思います。一番はやっぱり千葉さんのブラックリミテッドが見れたことが思いとって今日一番楽しかったですね。はい、ありがとうございます。さあ、それでは千秋さん、最後締めのコメントお願いします。でも本当にこれ以上谷口が言ってるように、何通りもある。ここに来ると86AR の天国、ね、豊富なパーツ、もういろんなものが見れて、いろんな車の仕上げ方がある。あとはやっぱり去年までみたいにここにこう埋め尽くされるような愛車自慢の車を来年は期待したいなと思います。そうですね、はい、はい、というわけで皆さんありがとうございました。